んですね。そうです。比較的この中では近くなりましたけど。そうですね。遠いですけどね。はい。これバーですか。そうっす。みんなバーで多いっすね。すげーな、これ出してんの。ホイールはどっちなんですか。ランペックですね。いやー、これは渋いっすよね。ランペックも人気ありますよね。ずっと欲しかったホイールなんですけど、ね、はいはいはい、はい、やっと買えてえ、これ新品ですか。いや、中古ですか。中古でこんな綺麗なのあるんだ。そうなんですよ。前なんか乗ってた方ですか。それともなんかたまたま回ってきて、もともとエスティムかなんかに入ってたらしくて。深いっすよね。深いっすね。サイズって分かる。 10J、はい、とフロント 9.5 でプラスいくつだかちょっと忘れちゃったんですけど、フロントの方がギリじゃないですかこれ。結構進む、一応ハンドラー全切りできるかなって感じで。おい、いや本当にあれ切れますね。完全切れます。やってます、はい、はい、これ大事っす。これでギリっす。うわ、ギリだこれ、はい、見てこれ。いや全然大事っす。足ってのちなみに何。これは HKS の車庫上にチャラバネ、見せた。はい、いいですか。ちょっといや、気持ちあんま良くないです。畳なんですか。畳ですか。キャンバーまあ3度くらいですかね。気持ちキャンバー欲しいなみたいな、はいはい、これでセッティングしちゃったんでちょっと。そうっすよね。これでキャンバーセンターまた全部一から、一からやり直したんで。リアのバンパーってこれ何ですか。これは純正バンパーにハーフをメーカーあるんですか。シルクブリーズ。マフラーもですか。マフラーもシルクの両方出します。中間は。中間ストレートです。特にメーカーはない。メーカーないです。結構落としますよね。結構うるさいですね。結構する。あれ排気量はいいです。2.4 です。回すと結構ブワーってね、なりますもんね。泣く感じですね結構。あーテールが、そしてこれは車外のテールなんですけど、メーカーはわからない。珍しいですか。これファイバーなんで、はいはい、サンバル意識してるっぽいって。あとこのなんかサイドのラインとか、あーこれはっていうのはオリジナルで作ってもらって、あーマメックファクトリーさんっていう世界さん。これですか。このそうです。はいはいはい、はい、これも結構あれですね、個性出ますよね。出ますね。これもフロントはあれですか、ヘッドライトが、ここのヘッドライトを結構ワンオフで。これはワンオフです。結構光量すごいですね。これ明るいです。これ調整度も調できるんです。めっちゃ明るいですよこれ。わすごい。バンパーは、バンパーは純正バンパーにリップ、無名のリップです。フィッティングとかどうですか。ぴったりですね。はい、すごい、優秀っすよ。内装とかは。内装もちょこちょこ。お、ちょっとじゃあ内装はこんな感じですか。おお、あれ張り替えてるんですか。張り替えてます。全部自作でやってます。すごい。え、自分でできるの。全部すっごいです。ちょっと中途半端なとこあるんです。いやいや、まあ紫系でやっぱりちょっとクロミちゃんを意識してみて。あ、はい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 。わー、この生地っていうのはどこで。これはアマゾンで買いましたね。スエードの生地。じゃああんまお金かけない。あんまかけないでございます。この紫と、ここはノーマルなんですか。ここはノーマルです。ここは塗ったんですけど。あ、塗装もやって。はい、ちょっと剥がれて。難しいっすよね。難しいですよね。まあでも手直しは別にいつもできますもんね。貼るの結構勇気いりますよね。そうなんですよ。すごいなこれ。自分で切って全部自分でやって貼る。クロミちゃんもつけて。で大林くんだ。そうです。とカーシートカバーですかね。これシートカバーですよね。あ、そう、次のカスタムなんか計画あるんですか。次はちょっとボディを。ボディ。ボディをやりたくて。どやろう。つけたくて。どこですか。フルバンパーにしたんですか。シックスセンスとかに。じゃあシックスセンスあたりちょっと入れちゃうかもしれないですね。そうですね。